エドワード・レル・マディガンはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で第24代農務長官を務めた。1936年1月13日にイリノイ州リンカーンに誕生する。リンカーン短期大学で学び、1955年にビジネスの準学志望を取得した。 マディガンは、リンカーン市内でタクシー会社のイエローリンカーン、キャブカンパニーを経営した。1965年から1969年まで、リンカーンの都市計画審議委員会の委員を務めた。また、1967年から1973年まで、イリノイ州会議員も務めた。1972年11月、マディガンは共和党から、 連邦会員議員に選出された。マディガンは以降1991年まで10期連続で連邦会員議員を務めた。マディガンは1983年から1991年までアメリカ合衆国会農業委員会に所属した。マディガンは1986年に共和党福井内幹事を務めた。1989年に共和党院内幹事を目指したが、 ジョージア州選出のニュート・ギングリッチに僅差で敗れた。マディガンは1991年3月に連邦会議員を辞任した。1991年3月から1993年1月まで農務長官を務めた。1994年12月7日、イリノイ州スプリングフィールドにおいて肺がんにより死亡した。遺体はイリノイ州リンカーンの 聖十字墓地に埋葬された。ありがとうございます。